こんにちは、あなたの理想不動産です。本日、私がやってきたのは、品川。安定の大曇天日和です。品川といえば、ザ・オフィス街。ご覧の通り、巨大な四角い箱が、所狭しとひしめき合っています。一体この区画だけで、どれほど多くの人々が働いているのか。弊社も会社の規模が大きくなったら、こういったオフィス街に、本社を構えたりしちゃうんでしょうか。まあ私の場合、出勤先がどこであろうと、結局、カメラ片手に訪問先の現場を、駆け回ることになるから、あんまり関係ないですけどね。品川はオフィス街の高層ビルも有名ですが、タワマンが、ニョキニョキ立っていることでも、知られていますよね。この辺りのタワマンに住めば、秋の、運河花火祭りをタダで、自分の家から見れちゃうわけですから、羨ましい限りです。現在、京浜運河横断中。あれは。実は、警察権限を使えば簡単に封鎖できる、でおなじみのレインボーブリッジだ。それにしても結構歩いたなぁ。炎天下も相まってすでに汗だくですよ。ちなみにこの時点ですでに、20分近く歩いてます。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回の目的地の最寄り駅は品川駅ではなく、天王洲アイル駅です。そして、今回訪問させていただくのは、25メートルプールよりも長いお部屋。当チャンネルでは実に、7ヶ月ぶりの激長物件です。自宅でマット運動の練習をしたいという方に、ぴったりの物件のはず。うわ、なんか今、暑さのギアが一段上がったんですけど、なんでだ？ああなるほど、大型トラックのエンジンの発熱が、ここまで伝わってきてるのか。すごいな。トラックドライバーさんといえば、今、2024年の物流危機が話題ですよね。なんでも来年から、ドライバーさんの時間外労働の規制が、強化されるそうで、私の知り合いの元ドライバーの方も、結局、体力的にきつくてお仕事を辞めちゃった、と言いますから、これをきっかけにドライバーさんの待遇が、改善されるといいなと思います。と言ってる間に目的地に到着しました。こちらが、天王洲アイル駅徒歩9分の、25メートルプールよりも奥行きのあるお部屋です。確かに奥行きのありそうなマンションだなぁ。ていうか手前にあるグレーの筒は何？単なるオブジェ？それとも、部屋？謎です。ちなみに向かいには新幹線の線路がありますよ。物流区画らしく、線路沿いにトラックが大量に止まっています。どうやら先ほどのグレーの筒は、単なるオブジェだったのかな？めちゃくちゃ目立つから、目印にはいいかもしれませんね。エントランスに入ると、奥には待合室があります。窓の外に見えるのは京浜運河。運河を眺めながら、人を待つというのも乙ですなぁ。これはベランダから見える景色も、期待できそうだ。共用廊下から色とりどりの、コンテナが見えます。物流区画ならではの光景ですね。コンテナ好きの方にはぶっ刺さるのでは。今回訪問させていただくのは、こちらのお部屋です。なお、こちらのお部屋は、電気が通っていなかったので、その点だけご了承ください。それでは行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。うわぁ。こんな玄関見たことないぞ。お部屋だけじゃなくて、玄関まで激長とは、フラットな玄関であることも相まって、どこまでが玄関で、どこからが通路なのかわかりません。通路の両端には扉がありますが、それぞれ何があるのか気になりますね。それでは、玄関扉に一番近いこちらの扉から、開けてみましょうか。シューズラックにしては、ちょっと棚の高さが、ありすぎな感じがするなぁ。じゃあそのお隣がシュー、まさかの電気温水機械。おや、どうやら向かいにも、それらしき扉がありました。あ、やっぱこちらがシューズラックですね。最初に開けた扉は物置だったのかな。
で、シューズラックの隣にあるのが、トイレ。トイレは温水洗浄暖房便座と手洗い場付きです。では、突き当たりを左に曲がってみます。おお、ここにも扉が。洗濯機置き場でした。その先には、キッチンがあります。広めのシンクの隣には、ゆとりのある作業スペースがあり、その先に二口の IH コンロがありました。その上にはレンジフード。すっきりとした印象。お部屋を広く感じさせるのに、一役買ってる気がします。フロアキャビネットの収納力はこんな感じ。食洗機付きなのが嬉しいですね。振り返った先が食器棚置き場で、奥のくぼみが冷蔵庫置き場です。どちらもちゃんとコンセントがついてるので、食器棚置き場に、電子レンジや炊飯ジャーなども置けちゃいますね。そして先ほどキッチンからも、チラチラ目に入っていたこちらが、約16畳の激長リビングです。奥行きがすごい。なんか吸い込まれそうです。っていうか、この大ドン店にもかかわらず、窓際がめちゃくちゃ明るい。西向きなのでここから時間が経つにつれ、どんどん明るくなってくるはず。先ほどのキッチンはよく見ると、カウンターがついていました。忙しい朝はここで朝ごはんって感じですね。リビングのエアコンは埋め込み式。おかげでお部屋に開放感があります。しかしこの長さどう使うべきか、本当にマット運動ができそうなぐらい長いぞ。もし自分が小さい頃にこの部屋に住んでいたら、リビングの端から端までひたすら走り回っていたでしょうね。それにしても、リビングがこんなに長いと、普通に家具を設置したら、ダイニングテーブルとソファーの間に、がっぽりと空間が空いちゃいそう。どうしたらいいものか。あ、そうか。その間に本棚や収納棚を置けば、いい感じに丸く収まるのかな？天井のこの段差が気になりますね。もしかしたらここ、間接照明になってるのかな？電気がつかないので、ちょっとわかりませんでした。コンセントは4箇所。ちょうどリビングの四隅に、一箇所ずつある感じですね。おっと、カウンターの下にも一箇所発見。鍋料理をするときなんかは、こちらのコンセントを使うといいかも。それでは通路を戻って、向かいのお部屋に行ってみましょう。こちらは約11畳の洋室でした。奥には水回りが見えますね。先に水回りからチェックしちゃいましょうか。なぜかお風呂場には窓がついていて、中が見える仕組み。洋室に窓がないから、この隙間から日光を取り込もうと、しているのかな？お風呂場の扉はガラスタイプでスケスケ。入ってみると、洗い場にゆとりがあるタイプで、しっかりと広い。浴槽のすぐ近くに窓があるのもいいですね。窓からは先ほど同様カラフルなコンテナが、たくさん見えます。もしかしたら夜景も、綺麗なんじゃないかな。もちろん作業音などは聞こえませんよ。天井には浴室乾燥機付きです。先ほどの覗き窓から、洋室を眺めるとこんな感じです。ブラインドもあるので隠すことも可能。洗面台は鏡と洗面器のみのドシンプルなタイプ、と思いきや、この鏡は収納棚になっていました。では、改めて洋室を見てみましょう。リビングに負けじと11畳あるだけあって、広い。というか長い。ベッドを置いてもまだスペースが余るので、書斎の一つぐらい簡単に用意できそうです。お部屋に合わせて、クローゼットもこの通り大容量。ちなみにこちらのクローゼットは、中で繋がっているので、折れ戸に隠れている部分も、一人で使うもよし、二人で使うもよしです。せっかくの激長物件なので、最も激長ぶりが伝わりそうなところに立ってみます。洗面台の窓の前ですね。ここでカメラをズームすると、奥にリビングの窓が見えます。これで激長ぶりが伝わりました？え？よくわからん。それならば、ここからリビングに向けて歩いてみましょうか。お引っ越しはあなたの理想不動産で。1、2、3、
35。端から端まで、なんと35歩もありました。やはりこれは、なかなかの長さと言えるのでは、ないでしょうか。タワマンでもこの長さは珍しいですよ。最後にベランダに出てみましょう。ベランダはウッドデッキになっていて、結構広い。2、3人は収容できるスペースがありますね。そして窓からの眺めはこんな感じ。目の前が京浜運河ということで、めちゃくちゃ開けていて、見晴らしはサイ&コーです。視線を下にやると、物流区画味が出ますね。物流区画にこうした、高級マンションがあるのが、激レアなことなので、一風変わったお部屋に住みたい、というこのチャンネルの視聴者さんには、ぴったりのお部屋ではないでしょうか。おっとそういえば、せっかくなので、水回りの窓から見える景色も、カメラに収めておきましょうか。水回りの窓から見える景色は、こんな感じです。いや、相変わらず手前にあるグレーの筒。気になる？結局何なんでしょうね、これ。単なるオブジェにしては、自己主張の激しいやつだな。資料を見てみると、こちら機械式駐車場みたいです。ちゃんと実用性ありました。その奥には色とりどりの、コンテナが敷き詰められていて、運送作業が進められていますね。外を歩いていた時は作業音が響いていたので、防音設備はどんなもんかなと思っていたのですが、お部屋の中にいると全くの無音。防音はバッチリです。新幹線の通過音がどのくらいかは、残念ながらわからないのですが、この防音ぶりなら大丈夫じゃないかと思います。今回お伺いしたのは、天王洲アイル駅徒歩9分の25メートルプールよりも長いお部屋。間取り図がこちら。いやー長かったですね。洋室とリビングを往復するだけでも、いい運動になりそうです。物流区画ということで、普段の買い物は、どうすればいいんじゃい？と思う方も、いらっしゃると思いますが、ご安心ください。まず、歩いて3分の距離に、コンビニがありますし、駅前の天王洲オーシャンスクエアなじみは、マイバスケットや惣菜屋さんがあります。同じく駅前のシーフォートスクエアには、ドラッグストアや、各種レストランがありますよ。天王洲アイルというと、デートスポットとして、取り上げられることが多く、暮らす場所という意識を持っている方は、あまり多くないのではないでしょうか。ここで今一度、天王洲アイルを、暮らす場所として見つめ直してみるのも、面白いかもしれません。今回の激長物件のように、一癖ある物件と出会いたいという方は、チャンネル登録、グッドボタンをお願いします。このチャンネルで紹介しきれない、ガチの有料物件を知りたい方は、チャンネル公式インスタグラムをご覧ください。本気でお引っ越しをお考えの方は、概要欄から、あなたの理想不動産公式 LINE を追加して、お問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画で、お会いしましょう。